こんにちは、モニッコです。今回はあまりお使いにならない方も多いと思います。ただ非常に使うとですね、便利な機能として字幕エディターのご紹介をしてみたいと思います。さあ、通常のテキストであれば何度もやっておりますけれどもね、自分でテキストを置きたい場所にカーソルを動かして、この T の字のマークを押してですね、画面上をダブルクリックしてテキストを打ち込んでいただければ、このような感じでテキストのエリアが出来上がります。なんですが、これですね、例えば非常に長い文章があったりとか、特にあれですね、セリフなども非常に長い時間のセリフの部分を、でそれを全部ですね、テキストに起こすときに、このタイムラインを見ながらですね、いちいちそのタイミングを測るというのは非常に大変ですよね。こういった場合にこの字幕エディターというのが使えます。実際に今回ですね、使ってみたいと思います。では作業を始めてみます。今回は見やすさを重視してですね、音声ファイルで作業しますけれども、動画ファイルでも全く同じです。まずファイルをタイムライン上に置いて、サウンドミキサーで波形を表示させます。今回はこの頭の部分ですね、こちらを使います。カットしていらない部分を削除します。一回再生をして聞いてみましょう。今回はレジンアクセサリー作りに必要なアイテムのご案内です。こんな感じですね。こちらはあらかじめですね、もともとテキストを読み上げたものなので、元のテキストをコピペするだけで簡単にですね、文字の打ち込みができるようになります。ではこちらのファイルを選択して字幕エディターを開きます。さあ、字幕エディターのこちら画面なんですけれどもね、このプレビュー画面と、そしてこちらが下のスキャンの画面ですね。右側がテキストのこちら時間帯の表示と打ち込みの画面になります。では選択されているファイルをスキャンしたいと思います。この状態でスキャンをかけます。まず標準はですね、ここ選べますけれども、この両方とも中レベルですね、両方とも通常のデフォルトのレベルでスキャンをしてみたいと思います。さあ、こんな感じになります。これ内容によってはスキャンがこうちゃんと読み込まれない場合がありますのでね、そうした場合はここで修正をかけてあげます。今3つに分かれてしまったので、もう一回スキャンをかけます。2つになりました。これでもちゃんと読まないこともありますのでね、自分が狙った感じになっていない場合は修正の方をかけます。そうするとここにですね、字幕のこのエリアのパターンができましたので、ここに実際に文字を打っていきます。こちらにですね、テキストを打ち込んでいきます。コピーしてペースト。なんですが、こ
りも今文字すごく大きいですよね。でこの調整はこちらのですねテキストのオプションこちらで使って行います。まあ、文字が多い方が分かりやすいので文字多い方に合わせていきます。まずはこちらでフォントの設定ですね。そして書体の大きさ。あとはこれ行間とかですね。開業した際のこちらですね。中合わせ、左揃えとかですね。こういったこともできますし、これ書体の色とグローというのは書体の周りに縁をつけるような感じで色をつければいいですね。映像が背景に入った場合はこれ見にくくなりますのでね、映像に合わせてこの周りの縁を選ぶといいと思います。もちろんあと縦書き、そしてここで配置ですね。文字をどこに配置するか、こういったものも選べます。ではこちらで OK をしてみましょう。こんな感じでできました。ではここで OK をします。さあ、サウンドミキサーから通常のモードに戻します。さあ、これで再生をしてみましょう。今回はレジンアクセサリー作りに必要なアイテムのご案内です。こんな感じですね。何よりもこの一番便利な部分としてはですね、この音声に対してこのテキストを置くエリアですね、こちらが完璧ではありませんけれども、ある程度こう目安としてですね、こうきちっと置かれるということですね。とんでもなく違った場所に置かれることがないので、あとはまあこちらの編集画面で微調整してもいいと思いますし、先ほどの字幕エディターのですね編集の中で事前にきちっと合わせておいてもいいと思いますし、特にたくさんテキストをですね打ち込むような長い映像の場合にですね、こちら非常に有効に活用できますのでね、ぜひ試してみてください。非常に便利に使えると思います。今回はここまでになります。